おかしいんですけど、なんか先ほどね、そのなかなかそういうことは青木さんがご指摘しても報じるところがあんまりないと。日刊現代だけだと、もし現代の記者いたら怒っていいんですよ、ね、今日ね来てるか分かりませんけれども、そこでちょっとね相田さんに伺いたいんですが、まあ、相田さんはもう NHK にいたわけですよ。もうマスコミがもうど真ん中ですよね。ヒゲタたちの頂点ですよ。なんかね、確かにこの森友問題ってマスコミメディアがなんか及び腰なんじゃないのと思ってる人がいっぱいいると思うんですよ。これなんでなんですか。なんかタブーというかアンタッチャブルになってるんですか。2年前のことも皆さんお忘れかもしれませんけど、読売と産経が全く報道しなかったっていうのを覚えてます。これね、綺麗に分かれてるんです。朝日と毎日と共同と NHK がやって、読売と産経は一切やらない。それはもう政権との距離感しかありえないんですよね。で、ただどん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 騒ぎが大きくなって火がついて、さすがに全く報道しないってわけにはいかなくなって、産経と読売がしぶしぶ書き始めたのは2月も終わりか3月に入ってからぐらいだったというふうに、もう漠然と記憶してます。まあ、要はもうどうせこの人は書かないからもういいやと思って、ほとんど見てもいなかったので明確に覚えてませんけども、そういう意味では、そのいわゆるそのマスコミの色分けでいうね、朝日毎日対読売産経きれいに分かれたんだな。で、NHK はじゃあどういう存在かっていうとですね、さっき言ったように忖度した書き換えの原稿の書き換えとかね、全国放送しないっていう問題はまあありましたけども、でも一応少なくともその無視はしてないわけですよ。私が原稿を書いたものをボツにはせずに、一応書き換えた上で関西で放送はしてるんですよね。これをどう考えるのか、まさに中途半端っていう言葉が一番頑張るかもしれませんけど、でも少なくとも無視はしてないね。そういう意味では、なんていうかな、よく言えばなんとかその真ん中を行こうとしてるっていう感覚なんですかね。まあ、私は別に振り切れちゃってこんな問題だったらいいと思うんだけど、この問題は最初からやっぱり安倍昭恵案件ですから、安倍昭恵名誉校長って名前が出た瞬間に話がでかくなったわけですから、そういう意味ではもともと政治案件であって、そうするともう政権との距離感っていうものが報道姿勢に無実に現れた。だけど考えてみたら、別にこれは土地国有地の売り方がおかしいんじゃないかっていう話ですよね。そこはね、政権批判とか全くある意味無関係で、その国有地の処分の仕方の売り方がおかしいと、なんでこんな値引きしたんだ、なんでこんな安値で売ったんだっていう事実でもって追及していくべき話で、私も別にもともと安倍政権批判をするっていう意図はもちろん全然なくてですね、単純に国有地の値段が開示されない、安倍政権名誉校長でして開示されてみたら大幅値引き、そこの事実は一体どうなってるのっていう話ですから、そこを一切報道しなかったっていうのはやっぱりさすがにおかしなことだなというふうには思います。で、今のメディア状況っていうのはそういうことが起きてしまうということだと思いますね。分かってくるとか、ですね、NHK 内ではさっき報道局長出しましたけど、報道局長だけじゃなくて、いろんなルートでいろんな官邸もいろんなところを発信源としていろいろ連絡が来るんだっていうことは聞いたことがあります。ただ証拠がありません、ね、でもいかにもさもありなんで、もっと言うと、よその社の人と話してると、民放の方からも何しか同じことです。そういうことが上の方に何かそういうのがあるんだと。新聞社も皆無じゃないみたいですよ。それは僕はこの辺はもう本当に根拠を持って書けたこととして言えませんけども、安倍政権もすごい長くなって、やっぱりその間違いなくそういう影響力を増していてですね、でメディアの方が逆にそれに対峙する力を失ってるんじゃないかなということがすごくちょっと懸念するところですね。韓国でも同じことが起きたことありますよね。イ・ミョンバク政権の時からパク・クネ政権の時に公共放送に介入されて、KBS や MBC の社長が変わったり、人事されたりっていうことで、いい記者がディレクターが全部追放されちゃったみたいなね、ほとんど一言と思いませんけども、そういうことが実際起きたということがあるのが隣の国のことだけじゃなくていいのかなという懸念もちょっと思っているというふうに思います。でも相田さんは
ゃんと整理が行われてない感が強いんですか。まあ、誰かが責任を取ればその責任の根本はどこに行くかっていえば行く人に行っちゃうわけですから、結局行く人に行かないようにするためにはそもそも悪いことはないんだという姿勢で頑張るしかないっていうことじゃないですか。ただ頑張らちゃいけないというのは思いますね、私。なんでこう追い込みきれないんですかね。あれなりの改ざん問題も起きたし、実際認めてる部分もあるし、でさっきも言ったように自殺者なんかも出ててね、こんなことが普通起きてたんですよ、誰一人首取れないっていうのはどうなんだろうと思うんですよね。まあ、結局開き直られちゃったらもう数の力ですからどうしようもない。だってこれも将棋では積んでるんですよね。ゴミなんかないんだから。でもないものはもうはっきりしてこれでもかこれでもかって言われたって、知らんぞんでんで開き直っちゃってる。もう本当に数の力が足らない、その悔しさを感じています。やっぱりね、これこの盛り土の時期は本当にいろんなことが起きすぎて散漫になっちゃって、どこが一番の焦点かっていうのがね、みんな見えなくなってる。報道もその場その場でいろんなところに目線が向きましたけど、野党も同じで、国会の質問がですね、あっち向いたりこっち向いたりしすぎるんですよ。この問題は根本はそうおっしゃってる、ゴミはない、値引きは不当っていうことに尽きるんですよ。改ざんは確かに大問題だけど、これは筋が違う話で、これはその値引きが不当であることの証拠隠滅として行われた話だから、だから結局は本丸は値引きなんですよね。だからとにかく値引きがおかしいんだと、お前らゴミの根拠見せろと、ないんだったらあそこ全部ボーリングしてみろと、ゴミあるんか本当にってね、全然撤去してないってことはマニフェストで分かってるわけですから、とにかく掘ってみればもうはっきり白黒つくわけですよ。ないじゃない、やっぱり。でももっと言うと、その前にさっき小川さんもおっしゃったけど、ゴミ撤去しないで校舎立ってる、つまりゴミ撤去しないで小学校できた。じゃあ小学校の建設が遅れるからって言ってね、それで値引きしたっておかしいですよね、このな根本的に。その辺からこの理屈がおかしいと。最初から森友学園でお金がありませんから、土地買えないから、この土地買えない学園に買わせるためにどうしたらいいかって、この近畿財務局の役人が知恵を絞ってですね、あ、ゴミがあったってことをすればいいっていうふうに考えていたとしか思えないですよね。そこまでしてね、でもね、売る方がですよ、買う方が何とかして安く買おうってのは分かるけど、売る方が何とかして安く売ろうっていう逆転現象がなぜ起きたのかっていうのは、それはもうまともな役人だったら絶対そのことしませんから。だからこれはミッションですよ、忖度じゃなくて上からの指示ですよ。森友学園に小学校を立ち去るためにあの土地が必要だと、でも森友学園には金がない、森友学園が買える額で何とか売れっていうミッションですよ。だから上限が効いたんじゃないですか、いくらまでなら出せますかって聞いて、そこから逆算して、じゃあゴミは8億円分なきゃダメだと、じゃあどうしようって、ね、計算したっていうふうにしか思えないっていう話で、そこのところをずっとマスコミも、ね、国会でもずっとそこを追求していかないと、それちゃうからね、見えなくなっちゃうんだと思います。いや、なんかね、今のね政権がすごいのは、何かこの森友事件とかでスキャンダルがボンと見ると、次の日にもっとすごいスキャンダルが出てきてですね、昨日のスキャンダルが消えちゃうんですよね。スキャンダルでスキャンダルをもみ消していくっていう。いや、あと北朝鮮が相当助けたんですよ。何かあると北朝鮮が何かやって、ありますかね、タイミングよくね、見られることがあったりなんか繋がってんじゃないですか。